キンプリ・ヒラノ仕様の感動のメッセージ、絆は花火のように散りません。キンプリの冠番組最終回が幕を閉じる中、ヒラノ仕様の感動的なメッセージが鮮烈な印象を残しました。彼の言葉は、ファンの心に深い感銘を与え、グループの絆が花火のように永遠に続くことを約束しています。キングプリンスの冠番組、キングプリンスル。日本テレビ系が、 感動的な2時間 SP として5月20日に放送されました。この特別な放送は初めてのゴールデンスペシャルであり、番組の最終回でもありました。平野志耀、神宮寺勇太、岸優太の3人がグループから脱退することが発表されており、後半では彼らが最後の冒険として、1泊2日の新潟県旅行をオンエアしました。この旅は大自然のサウナや水上相撲を、 レア食材を使ったオリジナルピザ作りなど、多彩な体験が詰まったものでした。そして、この旅のクライマックスとして、キングプリンスだけで花火大会を行うシーンが繰り広げられました。しかし、その準備は意外にも旅行の2週間前から始まっていました。平野仕様と神宮寺ゆ太は花火会社を訪れ、上空300メートルに広がる巨大な花火や、王冠、 と、るの形を描いた花火を手作りで仕込んでいたのです。花火大会の前には、メンバーカラーの花火玉に各メンバーが直筆で思いを綴りました。神宮寺ゆ太は、綺麗な五色になりますようにと書き、この言葉には彼の深い思いが込められていました。平野紫耀は、五人の関係は花火のよう散りませんと綴りました。彼は、一瞬で消える花火でも、 そのうましさと思い出は永遠に心に残ることを表現しています。高橋海斗はみんなで最高な人生にするという力強いメッセージを送りました。一方、長瀬角のメッセージは忘れなという一言。このメッセージには謎が隠されており、メンバーたちの笑いを誘いました。岸優太はメンバーの中でも得意なメッセージを書きました。轟きという一文字だけの言葉は彼のユニークな個性を表していました。 周囲のメンバーは彼のこの意外な発想に驚きつつも、笑いを耐えることができませんでした。騎士は、皆さんに轟いてほしい。驚くどころじゃない、轟いてほしい。そして轟きたい。驚くを超えて轟きたいという熱い思いを込めてアピールしました。そして、花火大会の瞬間がやってきました。平野潮と神宮寺雄太が作った大玉の花火が、美しく咲き誇りました。王冠と、ルノ花火は、 角度によっては、その形がはっきりと見えました。最後に、メンバーカラーの花火も打ち上げられ、高橋海人は、これを見れて、生きててよかったと感動の思いをとろしました。岸優太も、正直、涙が、ちょちょ切れそうになったとしながら、命かけて一生忘れない。墓場まで持って帰りますと、独特の表現で、その感情を表現しました。この感動的な放送には、ネット上からもたくさんの反響が寄せられました。 ファンたちは、彼らがずっと仲良しでいられますように、キンプリとティアラの関係もそう簡単に花火のように散りませんといったコメントを残し、グループへの感謝とともに、これからもずっと応援していく意思を示しました。ヒラの仕様の、5人の関係は花火のよう散りませんという言葉は、ファンの心に深く刻まれました。彼のメッセージは、一瞬の美しさと同様に、グループの絆が永遠に輝き続けることを約束しています。 ファンたちはこれからも彼らの輝く未来を見守り続けることでしょう。